みかん坊やを潰して、みかんジュースにしてしまうだと？おいよ、やってみろよ、ライキジョーンズ。いや、チンパンジー。ん？おざるさんよ。お前はな、バナナジュースでもチューチューしながらな、残りの試合見てりゃいいんだよ。ライキー。ライキ見てるか、ライキー。お前はな、最後にな、えい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 って動画で言ってるけどな、俺から言わすと、お猿さんで IQ が低くて、B から先が言えない、アルファベットの A しか言えない、お猿さんなんです。そんなあなたに僕が負けるわけないんです。今日絶対に勝ちます。えい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 、ライトネス、今日もやっていくんですけど、今日はね、マルチやっていきたいと思います。で、このデッキなんですけどね、これ、毎日ね、ちょっとね、デッキはね、変わってる気がするんですけど、まあまあまあ、そんなことは気にせずにね、トラゲしていきたいと思います。で、今145ですね。もうちょいね、上げたいですね。5位ぐらいに行きたい。5位ぐらいに。なんでね、あと3秒ぐらい上げていきたいと思います。いや、今ね、結構いい調子なんですよね。なんかこのデッキね、いいところがね、絶対に勝てねえよっていうデッキがね、ない。絶対に勝てなさそうなデッキがいっぱいあるんですけど、0% のデッキはね、ないので、それがいいですね。KH と。なるほど。枯渇っぽい名前ですね。名前だけで。お？じゃあ、ディガーニハンターダメなんですよね。今の流れから言って。あのね、ディガーニハンター出した瞬間、そう、こうなるんですよ。本当に。マジで。あ、でもよかった。単体バルーンでよかった。まだ。まだ優しい方ですよ。ディガーバルーン、とかね。頼む、死んでくれ。あー。ディガーが来るでしょ。バルキリー合わせてくるかな。うん。まあ、ここはやることないんでね、もう。お、でも割と結構刺さりそうな感じですね。リガーが右に来たときミニペ出して、まあ手札的にはまあまあ悪なし悪なしと。まあ、ただケツファルチとか来たときにちょい厄介ですね。ただこれに対して、リガーかスケぐらいで抑えに来るのかな。はいはいはい。いやー、それはやる。もうねー、こうなっちゃう。痛い、頼む。あー、頼む、一発入っ。いや、俺はめげない。今のうちに、今のうちに。ザップでしょ？ザップでしょ？ハンターに対して結構、あー、間に合っちゃったよ。まあでもここは多分ね、1対1それると思うんですよね。相手もそれまでにどれだけ削りたいかなので、俺もね、それまでにあんま削られないようにしたいですね。うわぁ、もう終わってる。終わってる気がするんだよな、このゲーム。でもこれ無理なんですよ。これね、絶対バルーン一発出してきたら、確定で一発入っちゃうっていうね、このね、悲しさ。わかりますか？多分。あー、ほら、触っちゃうよ、すぐ。ウッドクイックウッドで締めるのもありですが、締めますかと。締めま TV 行きますか、締めま TV。おー、なんか、お、結構結構、おおおお、いいね、いいんじゃない。こら、いけ、よし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 、オッケーオッケー。これで、どうしよっかな。バルキリーは裂いてこないはず。お、なるほど。そういう姿勢で来る。あくまでそういう姿勢で来る。ワンチャン真ん中来るんで、これ。だファルチェ咲いたら結構熱いっすね。なんで俺がこっち？いけいけいけ。ああ！入ってない。やばい、攻撃しすぎた、もしかして。オッケーオッケー。
当たってない当たってない。頼む。ファルチェ同裁が結構きついんですよね。オッケーオッケー。これでファルチェあっちに行ったやつ結構無視して、無視してあげて、これバルーンが来るんでここで止めまーす。よいしょ。これ熱い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 。結構熱い。結構熱いやつ。結構熱いやつ。結構熱いやつ。これは結構熱いやつ。頼む。頼むよ。兄さん。こっち。OK。相手結構焦ったんじゃないこれ。いや、ここはこっち散らした方がいい。絶対散らした方がいい。来る真ん中バルーン来た。勝った勝った勝った。あぶねえ、バルーン落下落ちたら分かってた。あぶねえ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 。よし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 。まず一緒まず一緒まず一緒ですよ。あぶねえあぶねえ。マジでオッケーオッケーオッケー。131ね。低い低すぎる。待て待て待てって。シーズンね、シーズン、俺的に、俺的に、俺的にね、ぶち上げたいですね。この動画で7900ぐらいいきたい。本当に。なんすけどね。まあ、時間の関係で、7700ぐらいで、許しといてやりましょうか。今ね、7580なんで、あと、まあ、40を3回もらえばいけますね。いや、40欲しいな。超いい相性で、めっちゃ高いトロフィー来てほしいな。うわぁ、ハビ3って、お待って、ロイジャイな気がする。ロイジャイだったらね、これはめっちゃ相性いいっすよ。ロイジャイだったらめっちゃ相性いいんで、ロイジャイのことに乗りましょう。ハビス3はずっとな、あー違う。ずっと中身がロイジャイだったんですけど、さすがに。あーでもいい、でもいい、でもいい。悪なし、悪なし、悪なし。いや、これ言っていい気がするな。残れ！あー残んね。待って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 。ディガー？ディガーでそれってどういうこと？ちょっとロイホグセパして様子を見ていきます。うわー、これどうしよう。どっちもやるぞ。うん、どっちもやるっす。あー、これクエイク打ってもよかったな、そしたら。はい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 。ただ、ウォールブレイカーであることが分かった。ヤナメウォールブレイカーですね。ヤナメウォールブレイカーってことは、マジアチが入ってるやつ、やつなんで、スケが、スケが回るかな。次、ウッド。うん、でか、ディガーウォールブレイカー来たら、スケウッドで仕分けますね。で、これで、まあまあまあ、一回ね、こいつで盾してあげて。オッケー。で、いやーただこれ一緒に、一緒に来るな。バルキリが来るんで、ここに。オッケーオッケー。よー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 。いけいけいけ。まあ、ただ、スケが来る。これ違う。二周目ウォールブレイカーがね、きついんですよね、ここで。来るんで。いや、ここで投げてもダメだな。だからこのディガーに対して無視してあげて、ウォールブレイカーに対してハンターを当てる。これは無視。ここで、カッ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 。まあまあまあ。オッケーオッケー。頼むよ。オッケーオッケー。オッケーオッケー。まあ、ヤナメなんで、こっちはマジアチャ後ろから展開してあげて、ディガー、ウォールブレイカー、ヤナメ。じゃあ、マジアチャだ。俺が入った。いや違うな、全然違う、何も分かってない。頼むよ頼む。あー悲しくなる、悲しくなるよ本当に。こっちが悲しくなるよね、俺か。頼むから、ヤナメ打ってこないで。オッケー、センキュー。まだ舞うよ、まだ舞うよ。
ここは一旦攻め急いだら負けるから、まず後ろから展開しっかりする。これが大事。で、来たやつに対しては、ここで、お前前かい。まあ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 。矢の雨の分だけ削られるけど、しゃあないっすね。一回、ここら辺で。いやーもう守れねえ。なあ、ダメだ。終わる俺の命が。やばい。お、なんか死んだ。でこれは多分ね、あれが来る。あー来ないか。くそ、来ると思ったんだけどな。で、やなめ2回で終わる。前。いや、これ、打っと打たないとダメだ。いや、その辺さ、ずるいな、それ。ダメだ。もう全部打ち抜かれるもん。無理やー、無理やわ、そんな。無理無理。無理ですって。どう勝てばよかったんだ、こんな。一回でも攻め急いだら終わるんかな。あのなんか攻防がこう続いてるときに、毎回後ろまんじゃちゃ、後ろまんじゃちゃ、後ろまんじゃちゃ、後ろまんじゃちゃ。こう突然繋いで相手が攻め急いでたんで、スパン。これなんですよね、結局。多分、お互い大型スペルがないまんじゃちゃ対決は、これをしないとダメなんですね。相手みたいに、イモってイモってイモってウォルブレイカーディガ。イモってイモってイモってウォルブレイカーディガって感じでやんないと、やっぱいずれ流れ持ってかれて取り返しつかないことになっちゃうんですね。あの1000ぐらい食らったときはマジで終わるんで、ダメですね。1000ぐらい食らったらいくらいい防衛してもね、攻撃はひっくり返んないですね。てかね、ボムタワー勝て。やっぱりクエイクあったとしても硬いですね。ダメだな、あれ。あのね、もう壊れていい。壊れたらでもやりすぎか。やりすぎなんで、鼻ちょんぐらいで、ライフ一体の鼻ちょんで壊れるぐらいでちょうどいいんじゃないですか。触れさせ、頑張って触れさせないようにしましょうみたいな感じ。あ、トミーはね、あれだったっすよ、確か。じゃあ、ミラーだ、ミラー対決だ。これだった。これだった気がする。俺だってトミーのツイート見て、これにしたんだもん。なんで、どうしようかな。まあ、同じことしてりゃいいっすね。これどうせ相手、アイゴレとかで延命してくると思うんで。で、アイゴレをお互い溶かし合って、もう一回ミニペとかで多分延命するんですよね。これ。ただ相手手札が若干終わっている。終わっている。これ速攻で溶かしますよ。溶かしますよ。いけ。いけ。これ食い食っちゃいまーす。なんで？なんで？なんで残んなかった今。待てよ。これハンターがいる。マジェチャ、マジェチャが危険なんですよね。お互い。はいはいはい。で、ここでスケを、いや、ウッドか？ウッドか？いや、ここはウッドかな。一旦後ろから入る。スケはね、ちょっとね、ミニペ受けで取っておきたいから、一回ステイですね。ここで、相手も分かってんな。まあ、ただ相手は、ここで、ウッドやら何やらを、するのかな？あ、ここでウッドか？はいはいはい。延命？おー、やるやん。いや、コロイフグ行ってよかった気がするな。ハンター切ってるから行っていいな、これ。いや、このさ、マジアチャが強いんだよな。全回収なんて。ここでマジアチャ、ここでロイフ出さずに、マジアチャを出して、待つんですよ、一回。ここで待って、ここで待ってから、ここで待ってから、ここぶち込みますよ、マジで。ボボ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 ボ。全部ぶち込みやからね、ここ。はい、いけいけ、オッケー、センキューです。もう一発、もう一発いこう、もう一発。ここで全回収のマジアチャを出す。はい。ただここは心配する、心配するな、案ずるなと。いや、めっちゃ食らうやん。
やば、え、食らいすぎじゃね？ちょ、待って。やばい。頼むから食え、圏内入って。やばい。終わる、終わったー、もう。いや、ただ、俺は、こっからですね。こっから、俺のマルチはこっからなんで、4戦目はね、俺絶対勝つってね、決まってるんで、ね、いつも俺の YouTube 見てくれてる人ならわかると思います。4戦目は俺いつも絶対勝ってるんで。ちょっと待ってください、マジで。いやー、シャシャッと、なんでそんなことした俺。なんでもっと守、防衛でもっと守ればもう勝ち確だったよ、あそこ。何してんだ、マジで。もっと守んないとダメでしょ。なんで、ミニペ出せや、すぐ。まあ、落ち着きましょうか、皆さん。ちょっと、ここはね、焦っちゃよくないんで。あんま、焦るとよくないです。一旦落ち着きましょう。こういうところで、沼っていうのは始まるんで、この2連敗でね、止めることが大事なんですよ。よし、来た。出た！ヨングラバ。この人は、つってな。とりあえずね、ラバに対しては、ロイフグとかからね、入るのがいいですね。おえー、変わってるー。縦線だったのがババになってやがる。やるやんけ。これ多分ね、この位置に思いっきりファイブ構えてるんでね、あいつ。速攻でファイブ飛んできますよ、多分。早いね。なかなかいいじゃないつってな。まあ、こっちにラバじゃない。ミニペ出して、よいしょ。相手はまだ3枚しか切ってないんでね。ここはアイゴラ合わせて、あげて、あげて、オッケー、いいよ。いいんじゃない。オッケーです。ただ、ここはもう一回、セパタクロー。オッケー。そっちに来る。そっちに来るづくしです。ズクシー、そっちに来るズクシー。とりあえず、あーやばい、これ頼む、当たんないでー。いやー、食らうかな。いや、でもこのくらい強できる人になんないとダメなんですよ。やっぱね、器はでかく。あー、いってーな、マジでダメだ、今の許した、さすがにダメ。とりあえずミニペロイフグして、ファイボ切ってババ切ったんで、ミニペロイフグしてタワー多い方ですね。ここ攻撃するのはミニペからのロイフグで、で、これ、墓石来るんで、ウッドですね。速攻ウッド、うい。バラン。バラヌン。オッケー。これで、墓石、メガゴジャーチャ出して、ここで、まあ、ファイブを打たして、同じでしょうと。サイクリングはね。ただ、ここね、ラバが来る可能性がね、非常に高い。うりゃ！これ守れんだろうと。守れんだろうと。これだってもう一枚切んないと。いや、一発。二発。三八はいかない、三八は。よいしょ。まるで高回転職人みたいな防衛してます。よいしょ。痛い。マジでそれは痛え。ただメガゴ切ったんで、これ結構このマジアチャ鬱陶しいですよと言おうと。ただそうなんですよ、この人何を隠そう、ファイアボザップじゃ落ちません。お疲れちゃんゲーミング所属じゃないですか、これもしかして。よいしょ。しかも一体入ってツンツンツン、ゲッと。はい、ありがとうございます。まあ、そんな感じでね、4戦目、絶対勝てるんで、皆さん、3戦目で負けた時も4戦目、ぜひ挑んでみてください。ということで、まあ、一勝一敗かな？トロは若干プラスかな？わかんないけど。はい、って感じで、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、もしよければね、高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。毎日投稿ね、頑張っていきますんで、3月はより気合を入れて、もしね、余裕があったら休日はね、2本とか行きたいんですけど、ちょっとね、ちょっと。はい、ってことで、今日はこの辺で終わります。バイ。